皆さんこんにちは、ペソでございます。横沢物語ですね、続きやっていきましょう。さあ、ということで1300飛んで7回目ね、78年目の初場所ね、前回二松桐蔭さんが引退されたということで、今回はこちらのお弟子さんで、ね、ちょうど判断力が10ということでね、で、出水さんの次、あ、わ、これややこしくなるなというのはね、まあつける名前見てもらったらわかると思うんだけど、あ、あったあった、はい、あ、違うやん。もうね、お察しの言い方、はい、下田千里さんね。回しはここまで来たはず。デミさんこれつけたからね。はい、黒です。あ、OKOKOK、正規ね。はい、では、まあ、寺之内さんね、ちょっと半年から1年延命しますんでね、このメンバーで今年は行きたいと思います。では、中田千里さんは申し合えね。はい、これで判断力正式に70となりました。衣田さん、あ、中止代わりしましたね。うん、で、堀川くんは鉄砲、これで集中力、じゃあ今場所でとりあえずね、集中力終了で、次回から下半身ですね。はい、デミズさんもまだまだ申し合いやね。うん、で、下田中尉さん、あ、主精神高いね。はい、ごちゃんです。これで73かな、57位16、それで次回89やから2回で済む。でもまあもう1回ぐらいはね、途中で小遣い かけないといけないですけどね。一条さんも鉄砲、これで40。新町さん、あー、新町さん下半身がちょっと衰えてきたか、判断力はね、まあまあ残してますよね。この1年ほとんど削られてない。寺之内さんが判断力70割ってのは一体ね、まあこれがちょっとギリギリやったね、要因でもあるんですけどね。まだ集中力でね、瞬発力は残してるから、まあ判断力が60割らん方はまだまだいけるんじゃないかないうところですよね。はい、今出川さんも来場所から劣化が始まります。というか寺之内さん不調やったね。で、油の工事さん、運び足買い入れてのお小遣いか、ね、こんな感じで今年いきましょう。はい、では2日目、順調ですね。絶好調はいなかったのかな、確か。まあ、判断力70はね、欲しそうやね。で、これもう一回小遣い。はい。はい、ごっつぁんでーす。で、89やから3回やってスタートか。ね。3回やって、また小遣いやってから、正式な開始いうところですね。あ、志麻さんどっちやったんやろ。寺本さん不調やったね。さんはどっちつかずになって、調子があり、やっぱりしてますよね。で、ここで小遣い、はい、はい、ごちゃんでーす。はい、3日目、そろそろ来場所あたりかな、計算しないといけないね。申し合い。デミツさんは再来場所ぐらいか。はい、申し合い1回目。うん。
集中力と持続力があるからね。まあまあ集中力からでええかな。はい、一条さん鉄砲、持続力まあまあ残してるんですけどね。次持続力やね。あー、新町さんが絶好調やったね。はい、4日目。2回やってお小遣いね。で、下田千里さんももう1回やってお小遣い。判断力は正式に10超えるところね。一条さんちょっと微調整入れたから人が処分は遅いんかな。まあ上半身寝るタイミングさえ狂わんかったら45ね、3場処分で入れちゃえばだいぶね楽にはなるんだけどね。はい、5日目。はい、これで明日お小遣い。はい、これで明日またお小遣いね。確認しながら行かないとね、また間違えそうやからね。へーってなっちゃう。はい、6日目。ここで小遣い。はい、はい、こっちさんでーす、うん、で、まあまあ4回はやるからね、瞬発は必ずというか、まあ、90は間違いなく押すよね。森川君は3集中力上げきる。で、水さんも、うん、これ含めて3回やってお小遣いだから、あと2回やから、うん、判断力も75進ところですよね。で、下田中二さん3回目の小遣い。はい、ごっつさんでーす。で、まあ判断力はね、10ですから。はい、7日目。判断力は70。瞬発はもう早くも30に入ってますね。
はい、これで瞬発、あ、持続力か、50ですね。はい、8日目です。あぶね、間違える。デミさん、明日お小遣いね。で、油の小路さん運び足61まで上げれるのかね。え、今回のお小遣いでね。はい、9日目。まだ講演会ね、金銭でいいから全然楽やけどね。で、次で瞬発と柔軟性が1つずつね、10のくらい上がりますね。鳥川君はちょうどあと4回あって72で切り替えですね。次はもう下半身かな。はい、デミさんここで小遣い、よいしょ。はい、おっさんです。で、もう試合、50は越すよね。よしよし、順調。はい、10日目。うん、これで90と80ね。で、堀川くんがあと4回、10、11、13で、14日目に小遣い入れて、で、15日目から下半身か。はい、もう試合、柔軟性が次で80、こちらも柔軟性が次で30、一条さんは次集中力が50。はい、ラスト、危ない危ない、運び足。はい、11日目。12、13、14、判断力も80いくんだ。さあ、堀川くんこれで70ね。で、水さんも試合、はい、柔軟性が80入りました。はい、こちらは柔軟性が30、一条さんも集中力が50。はい、12日目。
明日お小遣いね、もう1回半ぐらいやらなかのか、あ、2回やって、せいね、30近く重ねてもいいんか。13日目。中田知事さん、小遣いはあるやな、最終日、ね、技研究があるからね。さあ、これで判断力も80。いいペースです。で、コロボダンさん。で、堀川くんが、鉄砲。で、明日お小遣いでどうしようかな、判断力だけ90に戻しとこうかね。で、ネミーズさんはもう試合、はい、判断力は残念ながら80に届かず、ここも13、14やから、まあまあそうやね。で、一条さんはここで小遣い、はい、ごっつぁんです。で、50やからね、まあ2回やったとして28やから、まあまあせえね、78でも全然ね、最終的にはその辺まで上げようよう持てるからね。14日目、中田ちゅうりさんはこれやって明日は技研究やね、はい。で、堀川くんはここで小遣い、はい、ごっつぁんですと。で、明日判断力入れて終わりましょう。で、デミズさんはもう試合で明日技研究、下田ちゅうりさんももう試合出した初の技研究、どんなタイプか楽しみやね。で、ここは鉄砲入れて、明日技研究、で、アブラン・ホージさんは運びやし、これで、アブラン・ホージさんはないから明日入れて58で、61で、10、15を取り切るから、76まで上げるかやね。はい、ラスト、15日目、やっぱり名古屋場所からになるのか。はい、技研究、はい、おいよー、広がった、はい。で、堀川くんは技研究いらないから、おっしゃい、はい。で、出水さんは技研究がある、おいよ、おいよ、多彩で、下田千鶴さんも初の技研究、よいしょ、よいしょ、基本技、あー、救い投げの名手か、なるほどね。で、神様、よいしょ、およ、多彩、おー、よし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 、デパートとはまだ言わん、デパートのコメントあったんやったっけな。で、技研究ないから運び出しと、 OK、 そうか、久々やね、救い投げの名手はね。
はい、技確認して終わりたいと思います。もう増えんかな。あ、でも絞り込みは覚えてる。ケタグイ3ページ目はないんかな。このタイプ忘れたな。はい、堀川君、あ、堀川はデミズさんが、ほう、猫魂決め系がないの。2ページ目はまあこれ以上覚えるかやね。増えてはいなさそうやけど、まあまあ入り口ではある。まあまあ、あと押し倒し突き倒しぐらいはあるんだろうね。投げはどうなんだろう。すくい投げだけなんかな。で、一条さんが増えてるかやね。決めはない。とったりこんかったね。あ、いいぞれ来た。うん、あとは見どころと呼び戻しと決め系か。そこぐらいでは終わるね。まあ2場所か3場所はいるんだろうけどね。はい、というわけで、これで初場所の本場所はね、臨んでみたいと思います。チャンネルもね、まだお楽しみにしていただければと思います。では今回はここでお開きにしたいと思います。ありがとうございました。ではさよなら。